皆さんこんにちは。今日は世界の発射施設や関連施設を紹介する世界の射場からの続きをやります。ではミュージックスタートを。世界の射場から、今日もアメリカからスタートします。世界各国宇宙機関の飛行人でお送りします。ここはアメリカ・バージニア州のワロップス島にあるワロップス飛行施設です。 NASA のゴダード宇宙飛行センターによって管理運営されている施設ですが、その歴史は長く、世界で最も古い打ち上げ施設の一つです。そんな長い歴史を簡単に紹介します。1945年、前身の組織である NACA によって建設されました。当時は同じバージニア州にあるラングレイ研究所の管理下にあり、当時は無人航空機研究所と呼ばれ、主に高速空気力学などの研究を行っていました。1958年、 NACA から NASA に発展した際にワロップス基地に改名し、ラングレイ研究所から分離して NASA 本部によって直接運用されるようになりました。1974年、ワロップス基地からワロップス飛行センターに再度改名して、1981年にはワロップス飛行施設になり、その際にゴダード宇宙飛行センターの管理下になりました。現在ではアメリカの政府組織関連及び NASA の実験ミッション等を中心に、観測ロケットや弾道ロケット、高高度気球の打ち上げが行われており、科学研究用の無人航空機もこの施設から発着しています。それでは各施設を紹介します。この施設の滑走路は2670メートルが2本、1470メートルが1本あり、主に無人航空機の実験に使われていますが、アメリカ連邦航空局認定の滑走路でもあるため、航空機の墜落や火災、有人航空機などの救助にも対応しています。続いて発射施設。1998年、ワロップス飛行施設の土地の一部をバージニア商用宇宙飛行局が NASA から借り上げ、中部大西洋地域宇宙基地を建設しました。この宇宙基地はメリーランド州とバージニア州を中心にアメリカ政府や民間からの資金によって建設され、2006年からパッド08とパッド0B の2カ所が運用されており、官民それぞれのロケットが打ち上げられました。しかし2014年の10月にオービタルサイエンシズ社のアンタレスロケットが、打ち上げ直後にエンジンが故障したため指令爆破されました。その結果、パッドゼロ A 射点が損傷して修復におよそ1年間必要でした。続いてワロップスビジターセンター。他の宇宙施設と同様に、歴史の紹介や技術の解説、模型展示、グッズ販売が行われている施設です。それに加えてモデルロケットの発射イベントも行われています。このイベントは毎月1回、各地のモデルロケット愛好家を招待して、各々が持ち込んだロケットを打ち上げているイベントです。その際に NASA 職員も参加して、モデルロケットを使って宇宙開発や宇宙関連技術の解説もしています。またこの施設では学生向けの教育プログラムも開催されていました。1週間から10日間宇宙関連の施設や技術について実験や体験を通して学ぶことができ、費用はすべて NASA が負担していましたが、現在は予算上の問題で開催されていません。ではアメリカから出て南に移動してみましょう。ギアナに来ました。ここは南アメリカ大陸の北東部にあって、フランスの領土です。面積は北海道とほぼ同等にあり、ブラジルと隣接しています。このギアナにも発射基地があります。ギアナ宇宙センターです。ここはフランス国立宇宙センターのロケット発射基地です。当初は北アフリカのアルジェリアに特殊兵器共同試験センターとして設置していましたが、アルジェリアがフランスから独立したため引っ越しが必要になりました。引っ越し先の選定として、アルジェリアが赤道に近かったことで、ロケットの打ち上げに有利だったため、フランス国内ではなく海外圏のギアナが有力になりました。1964年にドゴール将軍によってギアナへの建設が承認されて、1965年に11の国籍、2500人以上が勤務するセンター建設が開始されました。1968年、ギアナ宇宙センターから初めての打ち上げが行われます。
ロケットはベロニクロケットで無事打ち上げに成功しました。発射台は3基あり、1996年に建設されたアリアン5用の ELA3 と、2012年に ELA1 を回収したブエガロケットの打ち上げ用の ELV、2011年に建設されたソユーズロケット打ち上げ用の ELS があります。ソユーズロケットはロシアのロケットですが、ロシアのバイコヌール宇宙基地よりも赤道により近いギアナから打ち上げる方が有利なため、ロシアから依頼で商用打ち上げを行っています。以前は ELA1 と ELA2 がありましたが、ELA1 は1989年に最後の打ち上げを行った後に解体されて再度建設された後に回収されて ELA3 になりました。ELA2 は2003年の打ち上げを最後に爆破解体されました。発射基地の他に人工衛星を組み立てる塔や補助ロケットに使う固体燃料の製造工場も備えています。ヨーロッパ宇宙機関が運用している GPS 衛星のガリレオは、2005年の技術試験衛星だった時代から2016年までこのギアナからソユーズロケットで打ち上げられています。2016年以降はギアナからフランスのロケットであるアリアン5で打ち上げられています。ちなみにイギリスは EU 離脱に伴ってこのガリレオ計画から離脱することが公表されています。イギリスは今までガリレオ計画に総額1800億円を拠出していましたが、EU から離脱するにあたって離脱後の計画参加を EU 側に断られているため、今後は5800億円前後で自前の GPS システムを構築する予定です。それではギアナを出てさらに南へ向かいましょう。ブラジルに来ました。ブラジルには2カ所の発射基地があります。まずは、バライラーとインフェルの打ち上げセンター。ブラジル宇宙機関の射場で南米初のロケット発射基地として1965年に完成しました。赤道に近く海岸も近い、また風も穏やかで降雨量も少ないため恵まれた立地にあります。この基地から初めて発射されたロケットはナイキアパッチというロケットで、アメリカから輸入したこのロケットを気象観測をする目的で打ち上げられました。現在も実験や観測用として小型ロケットの打ち上げが行われていますが、人工衛星を搭載したロケットについては対応の施設がないため打ち上げはありません。この基地はヨーロッパ宇宙機関との提携でギアナから打ち上げられたアリアンロケットの追跡もしています。それでもブラジルで2つ目の発射基地に行きましょう。ブラジルで2つ目の発射基地はアルカンタラ打ち上げセンターです。1983年に完成したこの施設は世界で一番の特徴を持っています。それは世界のロケット発射基地の中で最も赤道に近いということです。地球は自転しているため、その回転速度は赤道付近が最も速くなります。赤道付近からロケットを飛ばすと、地球の自転速度をロケットの加速に利用できるため、燃料の消費を減らすことができ、その分積載量を増やしたり、ロケットの小型軽量化ができます。ブラジルはこの絶好な地理的条件を武器に発射場提供サービスに力を入れています。2009年にはウクライナと提携協定を結び、ウクライナのロケットを打ち上げる計画がありましたが、2015年に計画中止となっています。また、この立地を活用したブラジルの宇宙政策として独自のロケットの開発を進めていますが、2003年にブラジルが開発した全固体燃料ロケットである VLS-1 3号機の打ち上げ準備中に1段目が爆発してしまい、ロケット技術者を含む21名が死亡しました。VLS-1 の技術者が死亡してしまったことにより、ロケットの設計を大幅に変更せざるを得なくなりました。2010年に開発が再開しましたが、現在は運用を停止しています。現在は技術開発と技術提供を中国、ロシアを含む世界各国の宇宙機関に求めているため、技術情報漏洩を懸念され、協力者探しに苦労し、宇宙関連予算も削減されているため、開発が難航しています。2019年11月13日にアメリカ上院議会においてブラジルとの技術的保障措置協定が承認されました。これはアメリカのロケットをアルカンタラ打ち上げセンターから打ち上げる際に、ブラジルがアメリカのロケット関連技術の保護を保障するという内容です。ブラジルは発射場提供サービスで得た利益を施設周辺地域のインフラ整備に活用したい考えです。世界各国宇宙機関の非公認でお送りしました。ここでお知らせがあります。サブチャンネルを開設しました。サブチャンネルも宇宙にまつわるチャンネルですが、
オカルトやニュース、ネタ話といったメインチャンネルでは扱わないことを紹介する予定です。今現在はまだ動画投稿はありませんが、11月中には動画を投稿しようと思っています。投稿ペースは不定期になりますので、チャンネル登録をしていただくと通知が来て便利です。また、このメインチャンネルの登録を済ませていない方も、メインとサブ両方を登録していただけると嬉しいです。リンクは説明欄にあります。ぜひよろしくお願いします。では、次回はひとっ飛びします。